聖剣伝説3トライアルズオブマナ。俺はフォルセナの戦士、デュランだ。ローラントのリースと申します。よろしくお願いします。レンデルに住む美少女シャルロットレッジ。Thank you.
出番だぜ、しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。両者前へ。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。始め。ルルーザ、今日こそ決着をつけてやる。よし、このまま一気に型をつける。ここだ。痛いぜ。これは呪文字切り。そこまで。ユランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となり、親も病気で亡くしてからは叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となり、親も病気で亡くしてからは叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てる。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。すまない、ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後一週間そこに留まってロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと
本望だったと思います。シモーヌ、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも。姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった、ありがとう。シモーヌ、いけねえ、うっかり寝ちまった。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは、せっせっ、なかなか勘の鋭いやつだ。何がおかしい。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るな。黙れ。まだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん。とどめだ。城内に侵入者がいるぞ、探せ。命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ慌てなくても、こいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て、昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。目撃者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう。まあ待て、敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。
それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手、今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため、こちらからもスパイを送り込んでくれ。よい。アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに？少し街を歩いて頭を冷やそう。
ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃの。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ。希望と。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろう。どれ、この占いババが占ってしんぜよ。うせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。やいババ、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。いい、何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。ふん、あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。さあとっとと出てっておくれよ。クラスチェンジ。あの紅蓮の魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。あの紅蓮の魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。ステラおばさん。
お待ち。おばさん。ほら、同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前にお城に寄って王様に挨拶していきなさい。お待ちになってるよ。国王陛下が？ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。さすがだね。まあ、私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。きっと戻ってくるよ。旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかり、むざむざと敵を逃がしてしまい、誠に申し訳ありません。私は、あの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱した、あの魔導士を。私はあの魔導士に打ち勝つまでは、この城には、戻れません。そうか、分かった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。Thank you.
Take it!
見てろよ、グレンの魔導士め。俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。この町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。町を占領しただと？獣人め、ふざけやがって。ぶっ飛ばしてやりたいが、さすがに敵の数が多すぎるな。ビーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することができるんだ。実はそこが狙い目さ。奴ら変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。それで
夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。仕方ねえ、警備が手薄になる夜まで。仕方ねえ、この町も戦いに巻き込まれている。俺の故郷でも戦争を始めようとしていた。世界中戦争だらけ。一体どうしちまったんだろう。商品揃えてるよ。またのお越しを。
段も隙もありゃしな。Thank you.
商品揃えてるよ。なかなかの品だな。またのお越しを。Thank you.
壊か。こりゃぶっ壊せそうにないな。仕方ない。どうすりゃ突破できるのか聞き込みに行くか。信じてくれないけど俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。
んだあの光、モンスターか、なんだか知らねえが面白そうだ。追いかけて叩き切ってやるか。俺はフォルセナの戦士、デュランだ。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。ああ、俺もちょうど行くところだから構わんが、滝の洞窟には結界が張られていて通れないんだ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方だ。何があったんだ。急いで戻ってみよう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。あー、頭の中から声がする。なんか変な感じ。ったく、分かったよ。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？どうしても強くなる必要があってな。クラスチェンジの方法を知りたいんだ。そう、いろいろと
事情があるのね。お知らせしなければ。エンデルが危ない。
すればいいかご存知ですか？ああ、それだったら。まあ、フェアリーさんが入れるようにしてくれるの？私も昨夜、森の中で光を見たんです。追いかけようとしたんですけど、獣人たちがうろついてて。もしご迷惑でなければご一緒させてください。実は風の王国ローラントの王女リースはローラントを守るアマゾネス軍のリーダーとして今日も山の見回りに出ていた。私がやってみましょう。みんな見てて。リース様、気をつけて。ローラントの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風が鳴いている。山岳地帯ローラント、ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかし、さて武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。存じありませんか？わしは目が見えぬが、気配でわかるはずだ。待っておれ。そう遠くへは行ってないようじゃが、おそらく城のどこかにおるようだが。本当にもうどこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。
あたしゃてっきりエリオット王子はリースお嬢様と一緒だと思ってましたよ。いつもはお嬢様のおそばを離れようとしないのに。お妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が母親みたいなものですからね。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなった。幼いリースの目に映ったのは、静かに眠る母の顔と新しく生を受けた自分の弟の顔であった。国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。だが幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、母の分までエリオットに愛情を注ごうと誓ったのだった。お母様、エリオット、どこにいるの？坊ちゃん、坊ちゃん、なんだ？坊ちゃんはこの城の王子様だよね。これからとっても面白いことが始まるよ。じゃーん、私は旅の手品師です。今日は王子様にとっておきの手品をお見せしよう。はい。さて、お次は分身の術。はい。王子様、まだまだすごい手品があるよ。ほら、そこに地下室があるだろう。そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ、行こう。時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。私は手品師1号ビルでござい。同じく2号ベンでござい。なんだ、
分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの超大魔術をご覧に。さ、坊主、王子様、こちらへ。王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな？当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほっほー、ではその王族の鍵とやらでちょっとだけ風を止めてもらえるかな。とっておきの手品というのは、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだがね。王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。お母様に、お母様に会えるの？でも、リースお姉様が絶対風を止めちゃダメだって。おお、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのかも。そんな。さあ、どうする？ぼやぼやしてるとお姉様に見つかっちまうぞ。ほら、噂をすれば。さあ急いで。お姉様に見つかったら二度とお母様には会えないよ。でも。えい、このガキ、さっさと仕上がれ。何者です？エリオットを話しなさい！お姉様！やったぞ！難攻不落を誇るローラント城も、この風さえなければ我がナバール忍者軍の敵ではない！今頃城内には一斉に進行が始まっているはずだ！ローラント城は我々ナバール盗賊団改めナバール王国の城として生まれ変わるのだ。盗賊団最後の仕事が城を盗むことだなんて生かすだろう。おれ、敵国のスパイめ。おっと、そんなことをやっている暇はあるのかな。ジョスター国王は今頃見えない目でどうやって戦っているのかね。お父様、エリオット来るのよ。お姉様。ほらな、坊主、リース姉さんはお前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあ、こっちに来い。嘘だ、やめろ、お姉様。黙れ。エリオットがいない。Thank you.
様、申し訳ございません。風が止まり、敵が城内に眠りの花粉を。無念です。早く国王のもとへ。知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、それに私のせいでエリオットが。すでに城内にはエリオットはいないようだ。気配が遠のいた。おそらく敵にさらわれたのだろう。リース、エリオットを頼んだよ。全滅した。一旦ナバールに帰り、フレイムカーン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。風が今頃になって風が戻ったって。でもどこに行けば。以前お父様が困った時は聖都ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。様やみんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。
母様の形見のリボン、どうか見守っていてください。ナバールの襲撃によりローラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは弟エリオットを探すべく今一人旅立ち、遅れました。私はリースと申します。よろしくお願いします。参ります。行くぜ。もうせっかちね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。さ、これで OK よ。にしてもあんた、よく一人でここまで来たな。私はアマゾネス軍のリーダーです。槍の扱いには自信があります。そうか、じゃあ魔物が出ても気にかける必要はなさそうだな。一緒に行くのはいいが、俺の修行の邪魔をするんじゃねえぞ。やっついそこって、これでやっついそこです。じゃなかったですね。過ぎて暴れ足りないぜ。
調子で行こう。慣れるしかないな。慣れるしかないな。少女がこんなところで一体どうしたんだ？危ないな。だって、
シャルロット、大丈夫か？うん。そうかい？どこか怪我でもしたのかと思ってびっくりしたよ。いつもの元気なシャルロットのようだね。司祭様、シャルロットのことでちょっと。おお、ヒース、わしの孫シャルロットがどうしたんじゃ？最近あまり元気がない様子。まだ幼く見えるとはいえ、エルフの血を引く15歳、例の現象を敏感に感じ取っているのかもしれません。そうか、見たまえヒース。マナの女神像が涙を流しておる。そして昨夜の湖の上に現れた光。ええ、夜中だというのにまるで昼間のようなまばゆい光でした。あれはわからぬ。じゃが最近のマナの変動と何か関係があるはずじゃ。光は対岸のアストリアの村の方に消えた。すまぬが行って調べてきてはくれぬか。はい、かしこまりました。それにジャゾの方からも邪悪な気配を感じます。念のため滝の洞窟には外部の者がウェンデルに入れぬよう結界を張っておきましょう。いけません、今日は死んで。話すでち、ヒースを助けに行くでち。意地悪な親父でち、別の場所から出てやるでち。
こっちこっち。さあ、下がっててください。これを誰にも見つからないように用意するのは大変だったんすから。じゃーん。これはバネクジャコといってですね、超すげえジャンプができるんですよ。どこで手に入れたかは秘密。生意気言ってるんじゃないでち。こんなもんでどうしようってんでちか。これを使えば大人たちに見つからずにアストリアまであっという間に行けるはずです。さあ急いで、見つかったら大目玉食らっちゃいますよ。嬉しいらね。なんだなんだ、女の子。どうしよう。ここアストリアの宿屋、平気か。ごめんちゃい。ミックのやつ帰ったらお仕置きでち。俺もう行く。外もう真夜中、ここで寝ていくといい。
ところで何をしている？お前たちビーストキングダムの獣人だな。なぜこんなところに？こいつウェンデルの神官だぞ。我々を見た以上このまま返すわけにはいかんな。ウェンデル信仰の邪魔になる。なんだって？そうはさせん。このガキは。なんでつかあんたさんたち。痛い痛い、離すでち。シャルロット、やめろ。その子から手を離せ。シャルロット、もう大丈夫だよ。でもどうしてこんなところに？ボールの使い手の割にあっけないな。しかしなかなか高レベルの術者のようだ。こいつは思わぬ拾いものをしたわい。うわあ、バカ！ヒースに何するでちか？なんだこのチビは。引っ込んでろ。現れたビーストキングダムの獣人たちとヒースを連れ去った謎の男。シャルロットの周りで何かが音を立てて動き出した。光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ
あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてのバッチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の資材のお孫さんでちから。さあちみちみおさーっとしてないでお孫さんを丁重にウェンデルまでお連れするでち。ふん、なこいつ。さあウェンデルはすぐそこでちよ。しもべたちシャルロットについてくるのでち。やれやれ、面倒な子供を拾っちまったぜ。喜んでないで先を急ぐぞ。どんな作戦で行きます。ダメ。俺たちの敵じゃなかったな。
していこう。サルロって任せるか。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。ここがウェンデルか。早く光の司祭のところに行こうぜ。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。あんたが光の司祭か。さあ、俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足、とてもクラスチェンジなどできん。なんだと。お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。くぅ、そんなかったりいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのクレンの魔導士を倒してえのに。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんと、ローラント王国が。しかしこればっかりはマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。ちょっと待って、先に私に話させて。
司祭様。私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人事みたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって？聞いてないよ。おいフェアリー、どういうことだ？ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろう。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おお、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの？マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。な、てめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れてグレンの魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。
マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリーさん、私にもお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、マナの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとうリース。マナの女神様がお目覚めになればきっとローラントの再建に力を貸してくださるでしょう。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。商品揃えてるよ。気に入ったぜ。
事してるでち。使わせてもらいます。またのお越しを。この辺の敵は全滅させたようだな。
れがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を振り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。やったね。私が倒します。皆さんは休んでてもいいですよ。邪魔だ。補強していこう。慣れるしかないな。慣れるしかないな。出てきたが、こいつが光の精霊じゃないよな。こいつは光の精霊じゃないわ。巨大な魔物よ。でも、なぜかこいつからマナの力を感じる。一体どうして。
罠の力を持つ者に攻撃して大丈夫なんでしょうか。悩んでいる暇はなさそうだ。いつを倒してから考えるぞ。状態なものですから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。さっきの衝撃で穴ができてる。近道できそうだぜ。Thank you.
お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして聖都ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。聖剣伝説